皆さんこんばんは、100円ゲーマーです。ということで、今日もコスコです。今日はですね、ケーキを買いに行きたいなと思います。ケーキ、まあ一緒に楽しみましょう。ダララ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 必ずテレビが置いてあるここね。まあレビューも兼ねてのケーキなんですけど、美味しいじゃないですかこのケーキね。でもいつもね、まあなんていうのかな、でかすぎて買う気になんないんですよ。だからまあレビューするっていう名目で、まあ買えばいいかなっていう感じですゲームってるな、タブレットとか。ここのね、まあケーキがいろいろあるんですよ。アップルケーキでしょ、でパイでしょ、チョコレートケーキでしょ、いっぱいあって、あ、ブランド物も売ってますね。さすがカスコ、うちの嫁がいつも見てますわ。ここでダイヤモンド欲しそうな目で、高すぎる。いや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 、日本のコスコもこうやって家具とか置いてあんのかな。お机とかいいけどね、9万円でこのダイニングテーブル、こうベッドもこれ6万ぐらいじゃない、5万円だ、5万円のベッド代みたいな売ってるんですよ。キッチンエイドも売ってるしね、クロックポットも売ってますし、いやー本当にねコスコ最高やっぱね一回日本からアメリカ来たらコスコは来た方がいいですよ。これでよくみんな買ってきますもん、ドライフルーツとかナッツとかだと。ほらワインも売ってますね、ワインも。飲まないけどね。スイカ400円だな、安いな。アメリカは種なしスイカですからいいですよね。種があるスイカをここ10年ぐらい食ったことがない。そして、ね、こう日本のねピーチが売ってるんですよ。これがすっごいうまいって有名なの。ただ1000、でもこれでもこれでもあれだね、1000円ぐらいか。ピーチ、そうホワイトピーチっつって日本のピーチに似てる。さあじゃあレビューする、ケーキ、アップル、違うんだ、俺は今日ケーキを買いに来てるんだよ。ねあった、まあこれね、フレッシュフルーツトップとバーケーキ with バニラムース、これうまそうなんだよな、絶対うまいでしょこれこの上のカラフルなケーキは買うことはない。チーズケーキもね、このでかいでかいですよ、めちゃくちゃ。こんなの食べれるわけない、悩むなー。このムースケーキ食べたいな、5600円する、これ絶対うまいでしょ、大きいだ。それかまあ、あ、今日でもパイ売ってねえな、ケーキ。あ、売ってる売ってる、ちょっと待って、ジャーマンチョコレートケーキが売ってるんです。あ、これチョコケーキ、これでも1700円するな。アメリカンチョコレートケーキ、こんなん食べた日には糖尿病でおしっこにアリが群がりますわそうだな、フルーツケーキ、フルーツケーキでしょ。これにしますわ。お、ソーリー、さあ帰ります。でサーモンいいね、いつかコスコで1万円、いつか動画がものすごい再生されて1万円収入が入ってきたら、その1万円を全部つぎ込んで、は俺はもう YouTuber、 他の YouTube をやってる人たちがもうスイッチを30個とか100個とか上げてる中、俺は1万円がどうだこうだっつってるけど、
再生されて1万円が手に入った暁にはその金を全部投資してコスコに、1万円分のコスコで買いましたっていう動画作りますわ。でそれバーベキューする。でもその前に一回ステーキ屋行かなきゃいけないんだよね。それはねなかなか機会がないんだよね。うちのねエリアにはインド人がものすごいいるんですよ。お前の人もそうなんですけどね。ちょっと歩き方怪しいんだけど、なんでこんな手近づいて歩いてるのか全然いいんですけど、まあ、気になりますね。なんでここズームなんだ。さあいっぱいお菓子売ってるな、ね、日本から来た人はもう天国だろうねここね。知らない食べ物、ビタミンとかプロテインとか売ってると思った。さあ行きましょう。ここがいいかな。あ、いいのか。Thank you. Okay. Yeah, thanks. Huh? 行くときにレシート見せなきゃいけないからね。今日も相変わらず混んでますね、食べ物。今日はケーキ買ったんで、これを家族にお土産としてね、持って帰って。喜ばれます。中に車とかあるんだね。日本もそうなのかな。で最後こっちに冷蔵庫と か, なんか洗濯機と か, なんかジープタイヤのほら交換もやってるし、コスコね何がみんな好きかってガソリンがね一般よりも安く入れられるんですよコスコはね。なんかわかんないんだけど。でそれで結構メンバーシップ買って、通常のガソリン入れるとこよりもコスコで入れた方が安いっつってやってますけどね。 Thank you。よし、ということで、今日のコスコの散歩いかがだったでしょうか。ちょっとクイックでしたけど、また今度ちゃんとしたコスコの動画撮ります。ということで、ピース。ピース。